本日は SP500 株価指数が2年ぶりに史上最高値を更新した背景について説明したいと思います。年明けの主力株ですね。そしてセクターの動きに差が見られます。1年の経営は年初にありということですので、個別銘柄とセクターの年初来の強弱について結構させていただいて、最後にナスダック100、半導体株が今年注目セクターだというところをですね、皆さんと確認してまいりたいと思います。 皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所の香川です。本日の動画でわかる投資とマーケットは、なぜ SP500 は最高値を更新株高をけん引するセクターはとこういう話をさせていただきます。それではですね、最初のスライドをご覧ください。年明けのですね、世界株式リターン。これをですね、並べた一覧表です。水色のところですね、こちらをご覧ください。 世界のですね、株式、いわゆるオールカントリー指数、年初来0.9%になっております。1年前人の騰落率はこちらですね、14%です。まあ、この中でもですね、SP500、米国株式市場の指数ですね、年初来では2.6%と、世界市場をオーバーパフォームしております。このですね、オールカントリーが出遅れている背景としては、下の方にありますけれども、 ヨーロッパ株式がですね、やや不調と。そしてですね、中国株式がまあ非常に不調ということですね。このあたりが重しになって、今のところですね、年初来では、米国株式がこのナスダック百数、プラス4.1%ですけども、リード役になってですね、オールカントリーよりも SP500 が堅調だということになっております。 まあちなみにですね、一番下にありますけど、日本の株式市場、堅調なのはですね、最近よく報道されておりますけれども、中国株式を減らして、日本株式に資金を移すと。そういうですね、機関投資家でアジアのアセプターアラケーションをですね、配分している。そういうファンドマネージャーが、資金を中国株から日本株に移していると。まあこういった要因もあると言われておりますので、ご注目いただきたいと思います。それではこちらの方、チャートをご覧ください。 円建ての SP500 総収益指数は最高値を更新と。えー、こちらのチャートはですね、2019年の初めを100といたしまして、赤いラインが日本株トピックスの配当込み総収益指数。で、黒いラインがですね、SP500 の配当込み総収益指数ドル建てでございます。これ結論を言いますとですね、最近日本株好調なんですけれども、この5年で言いますとですね、 SP500 米国株の総収益指数の方が上回っているということですね。そして SP500 は2年ぶりに市場最高値を更新ということです。しかしご注目いただきたいのはこちらですね。円建ての SP500 総収益指数は283.5。これ何が言いたいかというとですね、この5年間で円建てで為替ヘッジなしのリターンは 2.8倍え、つまりですね分かりやすく言えば、2019年え、初めに100万円で投資したものは、ですね今、283万円ということになりますえ。これはご案内の通りですね、相場が、まあ、為替相場ですけれども、円安、ドル高で推移してきたということですね。えこれがエンダートの SP500 をです、ね、押し上げてきたと。 そしてですね、今年になっても、ですね、大方の専門家は、為替は円高に転じるというふうに、まあ、おっしゃっていたんですけれども、その予想に反して、ドル高、円安で始まっていると、まあ、いうことで、この円建ての SP500 が、ですね、この4株、これをですね、大きくオーバーパフォーム、アウトパフォーム、優勢になっているということです。まあ、このことは非常に重要でございまして、なぜかというとですね、 2019年に老後2000万円問題というのが非常に警戒されまして、まあ、若い方々中心にですね、米国株式、SP500 連動型のですね、為替ヘッジなしのインデックスファンド、まあ、これにですね、積み立て投資をするという動きがですね、ニーサ経由で広まってまいりました。今年もですね、新ニーサで SP500 連動型、為替ヘッジなしのインデックスファンドが非常に人気です。このパフォーマンスが非常にいい ということは、ですねこの投資家の方々にとって、非常にですね喜ばしいことだなというふうに思っておりますので、ご紹介をさせていただきました。さて、それではですねこの青いライン、SP500 株価指数が2年ぶりに高値をつけたと、まあ、これ、25日時点ですけども、4894ポイント、これはですねこちら、2022年のですね初めの最高値を上回ってきたということですね。 この100日移動平均線も引き続き上向きトレンドということです。この米国市場のですね、堅調を支えているのが、金融ストレスの改善ということです。このですね、SP500、まあ、上下上下しますけれども、まあ、一応トレンドラインとして、この100日移動平均線とですね、逆走感の関係にあるのが赤いラインです。これは何かというと、シカゴ連銀が発表している 金融環境指数。フィナンシャルコンディションズインデックスですね。まあ、これは何かというと、米国市場を取り巻く金融環境の引き締まり度合いを示す指数です。でこれがずっと低下していると。昨年の3月はですね、地方銀行の破綻を生んで上昇しましたけれども、これはですね、年後半にかけて、そして今年になってもですね、改善と悪化で言いますと、改善傾向をたどっていると。 まあつまり金融ストレスがですね、低下してきているということですね。FRB はですね、もう利上げを終了しました。インフレは収束傾向です。まあしたがって長期金利がピークアウトし、2024年は利下げの年だということですね。ということで、例えば社債市場、まあハイルド債市場では信用スプレッドが低下しているとか、あるいはですね、長期のですね、ボーゲージ金利の 低下が認められるとかですねこういったところで金融ストレスが低下すると何が起きるかというと株式市場でリスクプレミアムが低下するということですちょっと難しい言葉ですけども分からずと言えばこの株式に対するリスクプレミアムが低下すると予想 PER は拡大しますということですねまあ、業績すなわち人株当たり利益予想が、まあ、変わらずとも PER が拡大するということで株価はですね 投資家心理の向上によって上向きになってきていると、まあ、いうことはです、ね、ぜひ押さえていただきたいと思います。それではです、ね、こちら、実際にです、ね、資金を動かしている世界のファンドマネージャーはです、ね、先行きの景気見通しをどう考えているかというです、ね、グラフをお示ししたいと思います。まあ、結論から言うとです、ね、実際にポジションを持っているファンドマネージャーは、景気軟着陸を予想ということです。これは何かと言いますと、 バンクオブ・アメリカというところがですね、世界のファンドマネージャー調査、これを毎月行っております。まあ、アンケート調査ですね。で、昨年の5月からえ今年の1月までですね、調査しておりまして、いろんな項目ございますが、今年はですね、1月16日に最新の調査が発表されました。で、これはですね、その中の一つの項目なんですけれども、パッテージザ・モスト・ライクレアウトカ と、まあ、日本語で言いますとですね、今後1年以内に世界経済をですね、どうご覧になってますかという質問なんですね。まあ、ここで顕著だというふうに言われて注目されましたのが、この青いラインですね。世界の経済は今後1年以内にソフトランディング、もしくはノーランディング、まあ、答えている方が 79%ということで、昨年5月以来最高水準に達しているということなんです。まあ、ソフトランディングっていうのは何かというと、景気の軟着陸。ノーランディングっていうのは何かというと、着陸もしません。成長し続けます。という回答比率が上がっているわけですね。まあ、これは昨年の5月以来最高水準です。で逆にですね、赤いライン。ハードランディング。すなわち、景気はですね、後退にしていくと。まあ、そこあれすると。 いうふうに思ってらっしゃる方の比率は17%で、この昨年5月以来最低だということですね。ということで、ファンドマネージャーは世界の経済見通しについてですね、ポジティブに見ているということが見て取れます。実際ですね、昨日発表されましたアメリカの第4四半期の実質 GDP 成長率、これはですね、プラス3.3%ということで、予想のプラス2%を大きく上回りました。そしてもって同時に発表されました まあ要するに GDP ベースのですねデフレーター、すなわちコアのですね価格指数ですけれども、プラス2%ということで、非常に落ち着きを続けていると、FRB のターゲットは2%ですけれども、着実にですねインフレがですね落ち着いてきているということがまあ過敏されたわけです。つまり何が言いたいかというと、このファンドマネージャー調査の中でも言われておりますけれども、あ今年はですね短期債、こちらがですね非常に魅力なんじゃないかというのは、金利が低下トレンドをたどっていくと。 つまりインフレのですね、収束トレンド、まあ、これを追いかけてですね、FRB は家下げに転じる一方で、景気はですねしっかりと、これを人呼んでですね、適温相場、まあ、すなわちです、ね、ゴールディロックスと、まあ、言われておりますけれども、このあたりを踏まえたファンドマネージャーのです、ね、この実際のですねポジショニングが、ですね株式に比較的強気になってきてるんじゃないかなと、こういうふうに推察されますので、ご紹介をさせていただきました。 こちらはじゃあ実際にですね、年明けの米国市場で、どういう銘柄が買われているか、あるいは売られているかということをお示しした一覧表になっております。SP500 銘柄の時価総額上位10社のみを取り上げて、こちら時価総額ですね、大きい順番に並べておりますけれども、年初来、今年になってからの騰落率を比較したものです。ポイントを申し上げますとですね、SP500 は昨日時点で2.6%、19日からですね、 連日で史上最高値をですね、更新しているということなんですけれども、中身は強弱いろいろあります。まずですね、特筆すべきは、マイクロソフトの時価総額が444兆円ということで、アップルを抜きました。アップルが1位だったのが、マイクロソフトが1位になったわけですね。年初来7.7%上昇しております、まあ。マイクロソフト、一言で言いますとですね、 まあ、生成 AI を活用したですね、まあ、クラウドビジネス。こちらがですね、収益拡大が見込まれております。まあ、AI 銘柄の筆頭でもあるわけですね。えー、ということで、AI といえば、こちら、NVIDIA、生成 AI 向けの高機能半導体。こちらで世界シェアナンバーワンですけども、年初来で24.4%上昇しております。 そしてですね、AI をビジネスに取り込んでいくという経営戦略を打ち出しているメタプラットフォームス。こちらもですね、11.1%上昇しております。一方ですね、いわゆる荒野の七人銘柄と言われているテスラですね。こちらの方はですね、26%下落している。まあ EV ですね。電気自動車の分野では中国の BYD にシェアを奪われていると。まあ価格ですね、引き下げ競争に巻き込まれていると。 まあ、いうような観測で、非常にですね、軟弱な株価になっているということです。また、あと一番下にですね、ブロードコム。まあ、こちらの方もですね、株価は10%以上上昇しております。半導体銘柄の一角。えー、こちらがですね、この上位の10社の中に入ってきているということです。もう一言言いますと、イーライ・リリーですね。去年11月に、肥満治療薬。これを承認受けまして、非常に大きなマーケット。 これがですね拡大していくんじゃないかということで、ヘルスケアの一角、イーライ・リリーが7.7%上昇しているといろいろ強軸が分かりますけれども、AI 関連がですね相対的に堅調だと、アルファベット8.7%、ここのところはですね昨年と引き続きの動きだなということで、ご確認をいただければいいというふうに思います。それではですね新年に物色されているセクターに差ということで、まあ、11大業種、 にですね、的を絞って、年初来騰落率の高い順番に並べていますと、これ特徴が見られます。えー、まずですね、年初来プラスなのは、コミュニケーションサービス。こちらの中には、アルファベットとか、メタプラットフォームスまあ、昔の Facebook ですね。まあ、こういったところが入っていますと。これが第1位でプラス8.5%。そして第2位がですね、IT。まあ、情報技術ですね。まあ、マイクロソフト、アップル。 そして NVIDIA などの半導体関連株。こちらがまあ入っております。で、そして3位がまあ金融えプラス2.3%。そして先ほど申し上げたイ、e、ライ・リリーなんか入っているヘルスケア1.4%。その他はですね、おしなべて SP500 指数。こちらをですね、アンダーパフォームしていると。すなわちですね、セクターによって格差が開いていると。すでにまだ1ヶ月しか経っていませんけれども。 まあここはぜひ押さえていただきたいというふうに思います。そして一番下ですね、えー、見ていただきますと、えー、SP500 指数ベースの2024年予想増益率 12.、12.3%、2025年は11.6%ということで、2桁のですね利益増益予想になっております。ですから、株価上下上下。 今後もするとは思いますけれども、この業績見通しへのですね期待がまあ革新に変わっていくにつれて、ですね前にも申し上げましたけれども、SP500 はですね今年のメインシナリオ、SP500 で5000ポイントを超えていくと、そういうです、ね、トレンドというものがですね実現していくんじゃないかなというふうに思っております。そうした中で例えばコミュニケーーーションサービスあるいはは IT セクターの増益率は 非常にしっかりしたものになっておりますので、ここはぜひですね、押さえておいていただきたいなというふうに思います。そしてですね、投資戦略といたしまして、こちらをご紹介したいと思います。これは何かというと、株価のチャートではございません。これはですね、SP500 数、黒いライン。そして赤いラインがナスダック100数。まあ、大手テック株が多く含まれているですね、株価数ですね。 そして、青いラインがですね、通称、ソックス、フィラデルフィア、半導体、株指数。ベースのですね、12ヶ月先、予想 EPS、一株当たり利益。これをですね、並べたものです。まあ、すなわちですね、この利益見通しですね、予想 EPS、こちらをですね、並べたものなんですね。これで何がわかるかと言いますと、SP500 よりも、 ナスダック百数ベースの予想 EPS、こちらの方が非常に強い伸びをですね、示しているというのがお分かりになると思います。まあ、したがって、一番最初のページで申し上げましたけれども、ナスダック100がですね、SP500 よりも非常に強い伸びを示している。AI 革命、そしてですね、まあ、半導体、あるいはですね、PC、こういったもののですね、買い替え需要、まあ、在庫の積み橋。 まあこういったところがですね、業績見通しにですね、影響を与えていると、まあ、いうことだと思います。で今日注目したいのは、いわゆる s o クスフィラデルフィア半導体株数ベースの予想 EPS ですね。まあ、これ一言で言いますと、半導体業界ではシリコンサイクルというのがありまして、まあ、3年から4年のサイクルで半導体業界のいわゆる需給がですね、良くなったり悪くなったりというふうに言われております。 見ていただきますと、半導体株主の予想 EPS は昨年の春ぐらいに底を入れまして、そして在庫調整が進むに従って、復調傾向をたどってきているというのがお分かりになると思います。先週18日にですね、半導体受託製造世界1位の TSMC ですね、台湾の半導体生産企業ですけれども、こちらが決算を発表しまして、足元こそ現役だったものの、 2024年についてはですね、20%以上の売上増加、このですね、業績見通しガイダンスを発表いたしました。えー、ということで、この翌日の米国株式市場ではですね、まあ、NVIDIA、AMD とか、まあ、こういったところがですね、フラデルウィー半導体株式数、これをですね、えー、押し上げて、えー、日本でもですね、レーザーテック、東京エレクトロン、まあ、アドバンテスト、まあ、こういった半導体関連がですね、買われてきているという流れが、 ご確認いただけたというふうに思います。ということで、これ、ナスダック100、あるいは半導体株主数、上下上下しながらもですね、2024年の主力テーマとしてですね、引き続き注目されるんじゃないかというふうに予想しておりますので、ご案内をさせていただきました。本日のお話、分かりやすければですね、チャンネル登録といいねボタンの方、よろしくお願いいたします。最後までご清聴ありがとうございました。